はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ストレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、テンパイリュウ、皆さん楽しんでいらっしゃいますか？テンパイリュウデッキにはですね、いろんな可能性がありましてですね、今日はですね、先行ワンキルをしていこうと思います。これね、OCG のあの方でテンパイリュウが実装された時にちょっと話題になっていた感じのデッキなんですけど、テンパイリュウってパイドラとか、まあこの、フィールド魔法とか、海面が全部初動になっていて、で7シンクロができるんですよね。でフィールド魔法を用意しつつ7シンクロができるんで、エンシェントフェアリーとめっちゃ相性がいいと。エンシェントフェアリーはフィールド魔法を爆発させるとフィールド魔法を持ってこれるっていう効果があるので、これでフィールド魔法を持ってくるっていう動きができるから、まあもちろんね、なんか違うフィールド魔法を貼ってそれを爆破したら三元素を持ってきたりとか、三元素を爆破して違うフィールド魔法を持ってくれるってこともできるんですけど、今日はこのフィールド魔法を持ってくるっていうフィールド魔法をこのダイスダンジョンっていうフィールド魔法にしてまして、これ何かっていうと、デッキからサイコロを振る効果を持つモンス、デッキからディメンションダイスを手札に加えますよと。でそれディメンションダイスってのはこれで、でこれが何するかっていうと、サイコロを持つ効果を持つカードが、フィールドに存在する場合、今要は、このフィールド魔法でもいいですね、ダイスダンジョンとかがある場合、自分のフィールドのモンスターリリースするとサイコロを振る効果を持つモンスター1体を手札で特殊ができますよと。これでね、何を出してくるかって話なんですけど、これを出してくるんですよ。でこれ都合よく杯ミシル三元槍ってカードサーチすると手札捨てられますんで、引いたテレフォンとかを捨てられるんですね。で捨てた上でさらにディメンションダイス、ダイスダンジョン持ってこれますんで、そうすると墓地にテレフォンがある状態で盤面にテレフォンがいるっていう状態ができるんですよ。まあ一応2枚コンボにはなってるんですけど、パイドラとか、それから三元槍、海面あたりのカードと、あれですね、テレフォンとか、まあダイスダンジョンとか、この辺の組み合わせ、まあ、あらゆる2枚初動から、まあ、ワンキルができるようになっています。でこのデッキのすごいところは、先行ワンキルもできるんですけど、もちろんテンパイリュウ入ってるんで後行ワンキルもできるってことなんですよ。先行後行両対応となっております、一応理論上。で環境的な問題点が1個だけあって、テンパイリュウがめっちゃ多くて、テンパイリュウって手札誘発死ぬほど投げてくるんで、先行ワンキルがあんまり決まらないっていう。一番これが向かい風ですね。テンパイリュウの手札誘発を超えることがなかなかできないっていう、まあ、これだけちょっと向かい風ではあるかなと思うんですが、まあテレフォンのムーブを頑張って決めていきたい試合いくつかつけてあるんで、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。テンパイリュウって意外と展開力あるんだよな。ちょっと一応ドロバケアです。海面は、ドローフェーズに打ちまして、これはあれなんだよね、だつまりさ、なんか先行ワンキルもできるっていうことなわけですよ結局ね。まあでもいろんな方法あると思うんだけど、ランクなら並べたりとか、まあ今回はちょっとフィールド魔法をサーチできるということでテレフォンを使っていきますね。はい、杯満ちる三元槍を発動。杯満ちる三元槍の効果によりチュンドラを手札に加えます。でこれでこのターン私効果を受けません。炎属性ドラゴン族モンスターので、チュンドラを特殊召喚。増殖する G はダメです。増殖する G はやめてください。 G が一番あれだからな、手札誘発100枚分の働きするからな、 G だけは通してはいけないと言われている。ちなみにテンパイ流、テンパイ流かと思いきや、全然違う意味不明な動きしてくるから、ここから意味不ムーブしてるから、ここからで、2体のモンスターで、リンク召喚を行い、エンシェントフェアリードラゴンを特殊召喚で、エンシェントフェアリードラゴンの効果を発動。フィールドの違う、フィールドのマジックトラップカードを爆破しつつ、デッキからフィールド魔法をサーチする。さあダイスダンジョンを手札に加えさせてもらうぜ。どういうことってなるやつねこれ。ダイスダンジョンを発動。ダイスダンジョンの効果により、ディメンションダイスを、サーチし、そしてこれなんかあるね相手、なんだろう、ちょっとエンシェントフィアリードラゴンの効果発動するんだけど、なんかあるよね相手、なんだろう。ファドラの効果、対象は、まあ、一応チュンドラって言っとく。なんかあんだよねこれ、なんだろう。あ、DD クローだ。なるほど。クローか。はい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 。あ、チュンドラは、創設させないよと。なるほど。
これえなんかえもう一枚あるこれなんか、なんか謎にファドラの効果で釣られたぞ。これもしかしたらダイスディメンションダイス通ります。エンシェントフィアリーをリリースしてなんかいけるね。おいけるか。おいこれいったか。これいったんじゃねえか。ディフォーマーテレフォン効果発動。え、サイン8面持たれてたらやばい。さあ、ディフォーマーテレフォンの効果、よし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 よ貫通して先行アンケルする動画を撮りたすぎたので、これはワンチャンあります。これマジでこれは来たか。ついに俺がや撮りたかった動画撮れたかもしれないよ。さあディフォーマーテレフォンの効果。ちなみに先行渡してくれるからといって別に先行絶対勝てるわけじゃないので手札やつが多すぎて展開系デッキはなんなら勝てないという話ありますので、皆さんは真面目にテンパイで使ってくださいね。さあアウロラドンの効果を発動。トークンを3体生成。キュイーキュイーキュイー。そしてディフォーマーテレフォンの効果を発動。ディフォーマーテレフォンの効果により、特殊召喚。そして一応アーデックを立てまして、はい、まあ、別にこれアーデックじゃなくていきなり7神経押してもいいんだけど。でディフォーマーテレフォンの効果を発動。ディフォーマーテレフォンの効果によりモンスター特殊召喚。これちなみにエクストラデッキの枠を結構食っちゃうので、今回はだいぶコンパクトにしてるんでちょっとアーデックが残んないんですけど、アーデックを残し展開したい場合はもうちょっとエクストラをねの枠を作って、レベル4とレベル5レベル6みたいなシンクロを結構いっぱい入れとくと、アーデックを残しながら展開できます。はい、アーデックがいるとね相手のモンスター魔法トラップカードの効果も一応ね無効にできるよみたいな効果あるので、これ結構強いんですけど、とりあえずイロハモミジを出しますと、でイロハモミジさんがいる状態だとフィールドのモンスターが全部炎属性に変更できます。まあ、ここからはもうね皆さんのおなじみのテレフォン無限迷惑電話編になってくるんで、無限に迷惑電話かけていきましょう無限に迷惑電話かけていくだけなんですけど、はい、でウェイン、あでこれちなみに引いてしまった大谷翔平はウェインで出してくださいね。はい、もし出てき出して、引いてしまった場合は大谷翔平を。で、個性対サウラビスからの、ディフォーマーテレフォンの効果を発動し、さらにモンスターを特殊召喚し、ほい。で、レベル6シンクロでアルティメット最強モンスター遠征光方針を特殊召喚。これドジャース、ドジャースの効果によって大谷翔平を特殊召喚。ホームラン打っていきます。ホームラン打っていきます。最低レモン効果発動します相手これ相手全然サレンダーしないのありがたいな。これもしかして最後まで見ていただける、見ていただきます。ちょっと待ってホームラン1本目59本打っていくぞ大谷翔平さん一体何本ホームラン打つんですかね。そしてあ見てくれないですね大差でした。ちなみにこのデッキのいいところを教えて差し上げましょうか。先行ワンキルデッキなんですけど、高校取ったらワンキルできます先行高校両対応です。さあドロール&ロックバードをぶち込む。さあ頼む取ってくれ。通ったら熱い、通ったら熱いから かなりよし通った。オッケー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 、これだいぶ熱いぞ。あオッケーオッケーオッケー、これ止まってんじゃん。これドロバガンサーできた、ドロバガンサーできた、来た来た来た。ドロバはちなみにテレフォンループするときに G がうざいから対策だとして入れてるんですけど、これ普通にガンサダにしましたね。金満で謙虚な壺、はい、なるほど。金満で謙虚な壺をこちらに発動一応してもワンキル取れると言われてるのがこの最強デッキなんで、一応、除外しますね。6枚で後手からの場合はもう先行ワンキルに使うパーツとか全部除外していいんで、三元素三元素三元素三元、はい三元素よし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 、いいぞ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 、三元素来たぞ。三元素発動三元素効果、だってこれ効果発動せん方がいいのかな。これウサギとか撃たれる可能性あるからこれ発動しないまであるね。っていうかそっちの方が良かった、
ったのかわからない、機体室男女なんていうかいらないよもう。で、これで、ファドラ召喚で効果発動、ファドラじゃない パイドラかパイドラ召喚効果発動で、パイドラの効果によって解明を、1枚手札に加えさせてもらうぜ。さらに、チュンドラ特殊召喚、まあ、一応伏せカードありますし手札誘発もあるんで、メイン中にトランセンドまでいっちゃいますか。一旦メイン中にトランセンドムービングをさせてもろって、バイデンと、はい、これちなみにバトルフェイ中に効果を発動できないよっていうモンスターを出してしまえば、まあ大体結構相手なんもできないなっていう話になってくるんで、まあこれファイドラ、特殊召喚するじゃないですか。これ DD クローとかやっぱね、ウワラシとかそういうのは、あ、ワラシはまああれだけど、DD クローが結構引いちゃうんで、対象が、不在になっちゃうんでね、まあ、そこが問題ではあるんですけど。でトランセンド出しに行きますよと、はい、でトランセンド出しに行きまして、ふわーかっこいい。で相手はここまで何も効果受けません、何も打てませんほぼ。でバトルフェーズ入ります。そうすると相手は発動できません効果を。はい、解明発動します。うらら打てません。まあ何でもいいか、チュンドラかなんか持ってきて、でこちらに持ってきた方を出さなくてもいいんですよね、これ実はこれ最強すぎて、持ってきた方を別に出す必要はないっていう。で、緑の効果、初の効果によってチュンドラを特殊召喚で、チュンドラがぶん殴るとき、これまだ、ダメ性効果、パイドラを特殊召喚、はい、全員殴ります。マジこれ終わってるな、このデッキマジで終わってるわ。普通にね、真面目にこうテンパイルしたらこうなるんだけどさ、ちなみに金券使ってるじゃないですか、なんかダメージ半分なんですよこれ。金券使ってるんでダメージ半分なんですけど、まあ関係ないんですよね。なんでかっていうと、なんか3枚くらいダメージ出るからですね。3枚くらいダメージ、まあ原方へ打ってないですね。打つタイミングないですね。打つタイミングないね。今全部殴ったな。じゃあシンクロ召喚を行います。まあどの効果でもいいんですけど、ファイドラの効果発動しまして、トランセンドの、特殊召喚をしまして、トランセンドの、効果はフィールド上のカードを爆破して、で爆破した回、枚数分だけ攻撃回数を増やすという効果なんですけども、でトライデントドラギオンの効果を発動、トライデントドラギオンによって、三元槍と、これトランセンドを作って爆破しちゃいけないんで、チュンドラが何かでいいですかね、これね、もはやもう何でもいいんですけど、これファドラでもいいですわ。でこれ爆破します、はい、で三元槍の効果によって打点が6000になりますよと、はい、6000の、3回攻撃。人何人死んでんだよ、対戦。あれだっしゃ。先行は先行ワンキル。後攻は後攻ワンキル。楽しいね、遊戯王って。テンパイ流ミラーマジでなんか深い気がするんだよな、結構なんか。まあ言うてね、まあ、トランセンドとか出てたらちょっときついとかあるけどさ。割となんか考えること多くて、なんかプレイングゲーになっている気もしないでもないんだけど、皆さんどうですか？テンパイ流使いの皆さん。意外と考えること多くないですか？結構ね。うん、まあぜひね、テンパイ流ゴミだなって思ってる方いらっしゃいましたら、自分ももしよかったらテンパイ流使ってみてください。本当にこれ、ね、結局ね、なんかね、遊戯王よくさ、なんかその嫌われるテーマとかさ、なんかそういうなんていうの、まあヘイトを買ってしまうテーマというか結構あると思うんですよ、どうしてもね。まあそういうテーマであったとしても、実はね、なんかね、やっぱり、ね、使ってみると楽しいっていうのがねすごく多くて、遊戯王ってやっぱね、体感してみないと分かんねえんだよな、いろいろ。テンパイにもなんかね、なんか結構なんかマイナスな意見が割と見受けられるけど、もうちょっと暇だからこのデカボールスもいじって遊んでるわ。なんで、そういうマイナスな意見もあるんですけれども、これ正直使ってみるとやっぱ結局楽しいっていうのが遊戯王なんで、うん、なんでね、ぜひね、もう使わず嫌い食わず嫌いせずに使ってみていただきたいなというふうに思いますね。まあ、それでもやっぱって思うんだったら、まあそれはしょうがないけど。デカポプルスっていうか、早く実装してもらっていいですか。ポプルスってか、僕これ死んでますね、これ多分ね。ライトロードに先行展開許した瞬間に死ぬって言われてるんですけど、これはね、多分僕死にましたね。まあちょっととりあえず見ます。一応テンパイ流なんでワンチャンあるんで、三元槍って言ってワンチャンワンキルみたいなことはできるんで。
相変わらず展開が長えな、こいつは。エアロシャーク絶対死ぬやん俺。それはね、じゃあね、先行アンキルはテンパイ流対応できないんですよね。あ、まあ普通のテンパイ流だったら手砕き発いっぱい投げれば全然対応できるんだけど、ちょっと今回のテンパイ流は先行に寄せちゃってまして、あんまりその手砕き発が入ってないっていう説がありまして、ちょっとやばいですね普通に。どういうことやねんこれ。もうあれか、これムドケルでなんか戻してエアロシャークもう一回出してくるやつか。これいったいったいったはぁ、いった、痛すぎて草。エクシーズシフト、なにこれ、は、え、え、ギミックパペットデスティニーロでいいけど、え、ディザスターリオでいいのこれ、やばくない、待って、俺はやばい、俺ライフ2800だ、まずい、やばい、やばい、ライフ2000から、